で一応ガンプラコーナーということで、はい、で私はまたあのエコプラ、はい、ガンダムファクトリー横浜の100分の1、はいね、の、RX78 の F00 ガンダムを、はいね、作るわけでございますけれども、はい、その前実はこれねこちらちょっとで僕ねゲットしてきちゃいましたこれ。ダダ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 水星の魔女ラストマンショーラストマンショーちょっとね大人の対応をしてしまいました。エアリアルってことでしょ。そうです。これだからこの前の一番くじでね、じゃあ最後の一つのくじを引くともらえるラストマンショー、うん、ということは分かる方には何だか分かると思うんです、はい、それなりにあのお小遣いを投資しました。投資してしまいました。投資してしまいました。でもでもこれ最後の1個にたどり着くまでもなかなかね、はい、難しいところもあるんで、貴重な1個でございますよ。あら、はい、投資しちゃいましたか。ちょっと大人のね、事情をいろいろ組みしていただいて、はいはい、頑張ってゲットしました。この扉2つ越えた向こう側にはね、はい、銀玉に投資した人もいっぱいいます。あやっぱりねいろんな投資がございます。いろんな投資がございます。その中の1つということで、はい、私もプラモデルに投資しちゃった、はい、かなりいきましたか。いやまあ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 普通のガンプラの値段ではないのはもうそれはやむを得ない、ね、やむを得ないです。私と一緒に九州行ける、うん、そんなに投資してないそんなに投資してない何やけん、あんなもん350万もかかってないやだ350万だから掛け算した数字だろうが、はい、それは、はい、これはもうおいおいまたね、はいはい、あなんか今ちょうど渡辺美香アナさんのお帰りかなちょうどあの機材が機材がすれ違いで、ね、はい、でとりあえずまあまあこれでもあの深田さんはだから、はい、エコプラのグフ、ね、エコプラのグフでございまして、はい、これは私あのあれですよラジオ祭りで、うん、あの作らせていただいて、はいはい、ということでございます。ね、人のに、はい、人のニッパー持ってきやがってんのこの人。自分のニッパーだ。自分の行くのめんどくさいって俺のも。ああ私はもうフロアモデル作んなってことだよね。しらすさんがね、くださったこれ、はい、ガンダムウェアハース、シールウェアハース、これせっかくだから1個ずつ開けましょう。じゃあ1個ずつで何か開けてみましょう、ね、じゃあディレクターさんどれでもいいの、どれが、はい、じゃあディレクターさん先どうぞ。真ん中、はい、じゃあどっち、はい、じゃあ僕、あこれもうこっちにしますか、はい、じゃあこれで、はい、じゃあ開けてみましょう。はい、じゃあ行きますか、まずガンダムウェアハース一緒に使おう一緒に使おう急になんかちょっと悪いことしたかな。あさすがに気づいた、うん、上司に対してね。じゃあ開けてみます。はい、よいしょ。はい、僕は何が出てきた？シールはね、あこれです。じゃあちょっとそのカメラの方に見せますか。あ、僕エアリアルです。まさに。お、すごいエアリアルが出てきた。エアリアルをね。エアリアルのラストワンショーでシールもエアリアル。これこっちはガンダムエアリアルスレッター、あ、マーキュリー。あら。あ、ちゃんとシールが。はい。で、うん、私が今誰が通ってった？うん、今渡辺美香アナさん。ミカエリス。ミカエリス、あら。あら。ミカエリス、これも水星の魔女だね。水星の魔女ですね。のモビルスーツ、はい、そして。あ、グフだ。グフ、グフ、グフだ。これ。グフだ。グフ。あら。うわー、つながってますね。なんかリンクしてますかね。じゃあウエハス食べますか。はい、ウエハス。ウエハス食べながら行きますか。はい。ちょっとこれ、はい、パラパラ転ぶ。ポロ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 。ごめんなさい。これ後で海藤さんが、はい、あ、すげえディレクターさんも食ってる。もうた、はい、じゃあちょうどコーヒーもあるからね。コーヒー、あ、コーヒー飲んじゃった。はい、あら、コーヒー飲んじゃった。うん、タクタク。うん。美味しい。ありがとうございます。いいなこれね。うん。うん。うんうん、ウエハース作りながらガンプラ作りながら生放送をお送りする、うんうん、ウエハース久々に食べたな、はい、美味しいね。あー懐かしいな、昔子供の頃よく食べたこれウエハース、うん、美味しい。これチョコレート味かなだと思うよ、うん、チョコレートも久しぶりに食べたあ、チョコレートは食べてんの私毎日。あ、そう、一杯飲む前に7、うん、なんかカカオ 75% の1個だけ食べる、うんうんうん。あ、でも懐かしいな、子供の頃しょっちゅう家にウエハスがあってさ、うん、食べたよ。あ、懐かしい懐かしい、でかいんだよ。おも、あお、ひらがなであおもり、入らない、だからまだ入らない、まださ、バリが出てしまう。これおかしかねえ、これだからこんなにさ、こんなに出てたら入らないよ、これこんなに出てんだよこれ。あ、すいません、あ、クマ違うの、あ、大丈夫だった。あ、クマ、ね、クマ担当じゃないの、うん、あ、そうなんね。あ、これほら、ここがこんなに出て、これだよ、これ出てて入るわけがないでしょ、ここに、そう、硬いささくれだよこれ、ここ飛び出るでしょね、生きてるかっていうか、何だよ、しかもそれ、うん、ディレクターに指導しないでちゃんとやっちゃってください。俺がないバリを切んなきゃなんねえの、そういうこと、そういうことです。めんどくせえな、おい、関係あぐるんだよ、肌が入んないんだよ。
っていうかさ、人からニッパー奪っといてバリを取らないんだったらいらないじゃないのよ。これだから、これ 前後ろとか横もあるんじゃないの。本当にこれ一応はまりましたけど、上下が合ってるかどうか分かんないです。どうもありがとう。だって俺がもう、俺すらも全然作れてない。散らかってるよ本当に。私なんてもうまだ袋開けてないからね。はい、はい、一旦お知らせでございます。はい、さあね、うん、ねえ、なんでこのさ回転台の上にさ人参が乗っかってんのこれ。それディレクターさんが乗っけてきましたよさっき。もうだって回転台が止まってるよ。これも電池 が電池なくなったんじゃない。これ どれをするんだろう。これこれ、あ、動いた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 。なんで人参が今日ね、今あの YouTube 用の動画撮影が始まっておりますけど、はい、ね、あの YouTube も見ることできる方ちょっと見てみてくださいね。よろしくお願いします。はい、まだあの再生回数上がってないって。上がってないですか。回数上がってない。あ、まあそうだろうね。ガンプラ作ってるだけなんだからさ。 そんなさ、あの浅はかよ、うん、ね、そんな世の中簡単じゃないですよね。そんな簡単にね再生回数上げようと、はい、そんなおっさん二人がさ、はい、ガンプラ作ってるだけ。これがなんかね、可愛いアイドルの言葉だったらまた話別かもしんないけどさただのジジイだもんね。ただのジジイ二人がなんか悪態ついてガンプラ作ってるだけで再生数上がったら、そんなね、ええ、世の中そんなうまくいかないよ。でもね。